これはあのちょうど神社がアニメツーリズム協会ってアニメの聖地を認定して88カ所認定して、そこ の、聖地巡礼みたいなところもやってるんですけども、まあ、そこの聖地に認定されている地域のご当地カレーをあと入れておりますので、ここに来るとなかなか普段買えないカレーが買えます。こういうあの萌え系のカレーもございますので、ぜひご賞味いただければ。まずコンセプトとしましては、まあ、あのもちろんミュージアムショップという形になっておりますので、館内で展開している展示会であるとか、まあ、あとは常設展とか含めての、まあ、関連商品の展開というのはもちろんあるんですけども、一番まあコンセプトとしてはまあ、新たな地に出会う、地性に出会う店というところを、まず看板に掲げて、商品の展開をしていこうというふうに考えております。はい、そうですね、まあ、ミュージアムショップのプロパーの商品はもちろんあるんですけども、まあ、市川がこういった武蔵野というところに位置しておりますので、まあ、武蔵野のまあ名産品であるとか、まあ、そこでの工芸品みたいなものを落とし込んだような商品であるとか、まあ、もちろん旅客の方とかインバウンドの方とかも来られると思いますので、まあ、日本の和をイメージしたような商品であるとかというようなところはまあ中心に置いてはいますけども、ただまあ場所も場所というか、なかなか都内のいいところにバーンとあるようなお店ではないというのは当然ありますので、まあ、地元の方にも使っていただきたいなというところで、いわゆるステーショナリー系のこう文具であるとか、まあ、普段使いできるようなものとかいうのもまあ取り揃えているような形で展開をしております。これがですね、僕頭からネーミングのタイミングで関わってはなかったんですけども、いろいろなんでロックミュージアムショップになったのっていうのを僕もやはり疑問に思ってちょっと聞いてみた機会があったんですけど、まあ、今角川武蔵野ミュージアムっていう名前でこの建物が存在しているんですが、まあ、ご存知の通り外は山東省から持ってきた石で囲まれているような状況で、まあ、なので中の方々がいろんなこう愛称でこのミュージアムを呼んでいた時期があって、まあ、仮称という形になるとは思うんですけど、その中で、まあ、ロックミュージアム、ロックミュージアムっていう、まあ、石でのミュージアムっていうような形の呼称が一個あったそうなんですね。でそれが非常に皆さんの印象に残っていて受けが良かったというのがあったようで、なんとかそれをどこかこの武蔵野ミュージアムの中に残しておきたいっていうのがあったみたい で、その中でじゃあどこだってなった時に、ここがロックミュージアムショップっていう形で落とすのがいいんじゃないかというところからこの店の名前に決まったというふうに聞いて、なるほどなと思いましたね。まあ、樹林っていうところで、これも武蔵野の、まあ、原野をイメージしてるっていうのがまず一個あるんですけども、古今集とかにも歌われている武蔵野をイメージした武蔵野屏風みたいな、こう武蔵野のこう昔の原風景みたいなものを落とし込んだような絵であるとか、まあ、作品とかいろいろあるんですけど、それをまあこのショップの中で武蔵野の原風景を再現するというような形で、空があったり木々があったりっていうようなものをイメージして、お客様からこう見ても武蔵野の風景を感じられるようなというような作りになっております。なので、まあ天井も空も高くというような形で、はい、そういうイメージですね。本当普段使いっていうのはちょっと語弊はありますけれども、結構ステーショナリーとか、まあ、傘とか、まあ、ノートとか含めて、そういうこう本当に普通に使える商品が結構多い構成になってますので、まあ、それを目当てにまあ、ちょっとおしゃれな商品がありますよ、ちょっとかわいいセレクトショップですよみたいな打ち出しもしていきたいなというふうに考えてますので、お客様にはぜひ特にここに入ってくるのには入場料もいりませんし、敷居の高さもないと思ってますので、ぜひかわいいものを探しに来るようなちょっとしたこじゃれ空間みたいな使い方をしていただけると非常にありがたいなというふうに考えております。ぜひ本当気軽にお立ち寄りいただいて、まあ、中を見て、まあ、いろんな季節に合わせて商品も変わっていきますので、まあ、ここで武蔵野の季節を感じていただければ非常にありがたいかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ロックミュージアムショップバイヤーの樺沢さつきです。このロックミュージアムショップは、角川武蔵野ミュージアムの、ショップということで、本来のミュージアムショップといいますと、まあ、アートグッズがあったりちょっとかっこいいグッズがあったりっていう
ショップが多いかと思うんですけれども、まあ、館の混ぜ混ぜのコンセプトということで、ショップも、埼玉の伝統工芸品だったり、食べ物だったり、角川のアニメグッズまたは、ちょっと、まあ、おしゃれな雑貨をいろいろ取り揃えております。それでは準備中ですが、中を少しご覧いただければなと思います。クールジャパンということで、いろいろな和雑貨も取り揃えております。越前和紙の商品だったり、あとは神社もございますし、埼玉は、まあ、お寺や神社も多くありますので、御朱印帳もこのようにたくさん取り揃えてあります。こちら、組紐なんですけれども、こちらも組紐という伝統的なものの中に、可愛らしいデザインが施されておりまして、若い方にも取り入れていただけるような商品になっております。こちらもいろいろな和雑貨を取り揃えておりまして、まあ、陶器から、布物までいろんなものが、こちらの方にございます。まあ、お土産だったり、まあ、ご自分のものにお使いいただくのにいいのではないかなと思っております。私たちが皆さんにお伝えしたいことということで、今、携帯電話などデジタル系で何て言うんですかね、人とのやり取りをする方が多いんですけれども、あえてそのお手紙、文字を書くっていうことに、もうちょっと注目してほしいなと思って、こういうお手紙グッズも揃えております。あとは、まあ、こちらになりますとアート系のグッズになるんですが、まあ、アクセサリーだったり、あとはちょっと漫画のハンカチだったり、あとはちょっと変わった、靴下だったり、そういう女の子がドキドキするようなワクワクするような商品群になっております。公園も併設されておりますので、ご家族でお見えになるお客様も多いかなと思いまして、こちらは子ども用のグッズを揃えておりました。桜タウンの中ということで、まあ、季節的に桜って春の商品ではあるんですが、通年桜の商品は扱っていきたいなと思っております。あとちょっと変わったところで、こういう傘がありまして、まあ、エコの時代でなんかビニール傘っていうと使い捨てのイメージがあるんですけれども、こちらの傘は、傘のビニールを貼り替えて使うことができるものになっています。特徴としては骨組みがちょっとカラフルになってまして、あとはプラスチックでできているので壊れにくい商品になっております。こういうまあ、エコに関するグッズもいろいろ扱っていきたいなと思っております。今4階の、荒俣先生の展示のところで、企画展として透明標本の、展示があるんですけれども、そちらに合わせまして、グッズを販売しております。まあ、このような文房具はもちろんなんですけれども、実際の透明標本も今回販売させていただくことになっておりまして、それがこちらになっております。あとはこちらも準備中なんですが、妖怪福間伝展に合わせて、妖怪のグッズも、まあ、こちらも今準備中なんですが、このようにこれからも、続々入ってくる予定です。途中ではありますが、このような商品を、扱っております。 また今後さらにいろんなものを取り扱っていければなと思っておりますので、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。